ジョアンです。はい、ヒロミです。今月のおまけ、はい、おまけで、ね、ちょっと喋りたいお店がありまして、はい、新川崎、はい、日陰、日陰さん、はい、もう今年の新店の、はい、まあね、目玉、前回話題になったお店ですね。で、はい、ちょっと食べてないって言ってたから、はい、ちょっと話したいから食べてきてって言って、はい、食べました。まあ数日前に食べてきたので、はい、今日はこんな話ができるかなと。わかりました。で、ここのお店ね、はい、YouTube にもぜひ出てほしいと思って、うん、アポ取ったんですよ。アポ取ったというか連絡したんですよ、はい、YouTube、 僕の YouTube 出てもらえませんか、はい、って聞いたら断られてしまいまして、はい、取材拒否みたいですね。そう、取材拒否を貫いてるというか、うん、もう一切取材を受けないと決めてるらしくて、はい、で、まあ、でも何かを隠してるわけじゃないから、うんうん、お話しすることは可能ですと、はい、で、さらにお話ししたことを YouTube で喋ってもらうことも構いません。それいいですね。そうっていう回答が来て、あ、じゃあもうだったらもう、じゃあそれでいいから、じゃあお会いしてお話は聞いてきたんですね。そう、撮影してないだけで。そう、なるほど、うん、その気になってることとか、まあ、記憶用に音声だけは撮ったけど、はい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 、はい、普通にもう お店に行ってインタビューしてきました。おお、すごいですね。意外とじゃあ取材拒否だから、うん、これ、ね、初出しみたいな、これレアじゃないかなと。結構あるですね。で、結構何でもちょっと喋ってくれたので、今日それいろいろ紹介していきたいと思います。わかりました。で、はい、いや、正直どうだった、食べて。いや、美味しかったです。いや、もう、なんだろう。あのね、皆さんやっぱこれ思うのが、スープじゃなくて麺に行くと思うんですよ、もちろん。あの、食べたことない麺、うん、で、もちろんそれ自体はすごかったんですけど、うん、自分がすごいいいなと思ったのはスープでしたね。おスープがあの麺でしっかりと合った時にちゃんとマッチの出汁の感の強さとか、多分材料もすげえ使ってると思うんです。でそういうとこが見えるから、あの麺を使ってまあ溶け出汁も出てくるわけじゃないですか、あの麺自体絶対。それでまあそれはもうしっかりと完食できるような、まあトータルの完成度っていうんですかね。いや、なんか新店であそこまでなんかその個性はあるのに1個のクオリティが高いのって なかなかないんで、うん、だから麺はもうなんか知っちゃってたじゃないですか、事前情報で。まあね、こういう麺だよっていうので、まあね、もち姫とか、いろんな情報があったんで、もちろんすごいなと思ったんですけど、やっぱその麺よりも自分は思ったのは、スープ。あとやっぱ、あの回転率というか、接客、うん、オペレーション、ワンオペですよ。ワンオペで麺入れてる間に行列整理して、券売機もないもんね。ない、素晴らしい。あれはね、会計だもんね。ワンオペやってる人はぜひ見習ってほしい。本当に、あのね、遅くないし、でも丁寧、接客もしっかりやってて、でもワンタイン注文入ってから包んでるんですよ。そうだね。いや、素晴らしいと思う。だからなんか文句つけるとこは本当になかったですね。おだから俺結構接客悪い店とかは、いくら美味しくてもあんま印象残んないんですけど、ワンオペやってる人は本当ぜひ、俺ワンオペやってたんで分かるんですよ、大変さが。あの行列を、あの行列になって一人でさばいてるんですよ、ね、すごいなって思う。まあそんな印象ですかね、日陰。ちょっと喋る長かったかもしれないですけど、いや、よかった。だから、新店らしからぬっていう言葉が一番ですかね。まあそうだよね。どんだけキャリアがあるのかよくわからないですけど、いや、あれ、独学でそんな始めるったら、あんなスーパーマンいないっすわ。まだ独学そうですね。いや、キャリアって言ったけど、はい、それ聞いてきたんですよ。独学じゃないですよね、もちろん。ね、もうね、ラーメン店自体は8から9ぐらい、結構いろんなところを 1,2 年で転々としてたらしい、はいはい、キャリアはじゃあ長いんですか、トータルが。ね、アルバイト、はいはい、高校生の時のアルバイトから入ったらしくて、品立つのなんつって、ほうほうほう、からラーメンキャリアがスタートして、で本店の方でもバイトで入ったりとか、はいはいはい、あとね、結構いろんなとこ、目黒にある麺屋黒とか、麺屋黒、家系ですね。あ、家系、家系、あとつけ麺玉とか、おお、
あと面相犬グループとか、はいはいはい、山口さん、そうそうそう、はいはい、あとチェーン店の丸源とか、はいはい、あじゃあ本当いろんなジャンル問わずそう、油そばの東京油組総本店とか本当にすごいですね全然ジャンル違うタイプ、あとまあ竹にもちょっといい、へえ、いろんなところでキャリアとしてはあるらしくて、でなんかその聞いた時に、まあ、なんであのラーメンにしたんですかって、うん、まあ元々、まあ、あの麺と未来、うん、ね、ちょっと説明があれですけど、はい、麺と未来で味を作ってた方が、うん、まあ、独立して日陰を出したわけですが、うん、まあ、麺と未来でね、もともと同じようなもちっとした麺をやってたんだけど、うん、なんであれやったんですかって聞いたら、うん、やっぱりそれだけキャリアがあって、うん、1、2年いたからなんか味を盗んだって思われるのが嫌で、はいはい、今まで働いてたお店が何をやってないかなって考えたら手打ち麺やってないらしいっていう、それであれを作り出したそれを作り出したらしい、じゃあやっぱ麺と未来の、うん、あの味の、まあ、ベースを作った方っていうのはじゃあこの日陰の方なんですね、市川さん、はいはい、そういう情報はなんか出てたじゃないですか、そうそう、それは、ね、それすらもう、ね、まあ、不明だったからあ、そういうことなんですね、うん、はいはいはい、でその麺と未来、うん、でこれマサルンがさ、なんか麺と未来って竹にぼの系らしいですよとかって言ってきたじゃん、人捨てでちょっと噂を聞いたのね、はい、でえそれ本当と思って、はい、それも本人に聞いてみたら、はい、それは嘘でした、あやっぱりなんかね、そのなわけないだろうとは思ったんで、でまあおそらくオープンの時に、うん、あの竹にぼから花輪が出てたんだって、はいはいはい、でそれでなんか誰かしらが竹にぼ出身とか何かってなんかネットに書いて、だそっから広がったんじゃないですかねみたいな、だ麺と未来をやってるオーナーさん、はい、まあ、なんか下北とかでカフェをやってる人、はあ、じゃあ麺と未来の、うん、あのオーナーは別でいて、あのこの方が店主さんがその味作りを雇われ店長みたいな形で味を作ったみたいなことなんですね、そう、でそれで今までやったことない、うん、あの麺に行き着いたと、行き着いたで、すごいですね、でそのあの麺をで何で、うん、まあ、きっかけっていうか何で思いついたのかみたいな質問をしたら、うん、まあ、働いてた面相犬グループの紅ってわかる、うん、はいはいはい、覚えてますよ、あっち太麺なの知ってる、あの切り場が全部違うやつですよね、でそのなんかまかないで食べるときに、その太麺で通常7分かな、うん、なんかの茹でで出してたのをあっさりスープに合わせたいなと思って、うん、11分茹でたらしくて、うん、それがすごく太い麺なんだけど、うん、あっさりスープにも合ったらしい、ほい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 、で結構あこれは面白いと思ったらしくて、ほい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 、でもう一つ福岡県の福岡市になんかうどんの平っていうお店らしくて、うん、あ知ってる、知ってます、知ってます、なんか人気店らしいんだけど、行ったことありますね、そこのなんかうどんがなんかすごいふわふわの、うん、まああっちの方そういううどん多いんですよ、うんうん、はい、でそこ確かに柔らかくてああいう感じかもしれない、うん、そう、はいはいはい、らしくてさ、なんかそれ食べて、あこれいいと思ったらしくて、それを自分なりに組み合わせてあの麺ができた、組み合わせてあのもちっとしたもうすごいな、完全なものがねできたっていうね、完全オリジナルですもん ね、 ね、どこにもないもんね、うん、いやでね、そう話を聞いてて、あのね、僕真っ先にっていうかな、一番に思ったのは、うん、あれ独創性の塊みたいなラーメンじゃない、オリジナルラーメンじゃん、はいはい、やっぱねこういうラーメンってやっぱこういう変わりもんじゃないと作り出せないのかなってちょっと思っちゃった話聞きながら、いや経歴も変わりもんじゃないですかでそのラーメン作ろうとしたことも変わりもんですからね、でもうね、これ本人からもう許可を取ったので、うん、まあ、あの言いますけど、もうね陰キャなんですよ、なるほどネクラとか、はいはい、コミュ障とか、はいはいはい、もうそっち系の人間なの、なるほどなるほどね、喋っててもうすごいそれが伝わってくるの、なるほどなるほど、でなんか世の中に対しての鬱憤とかそういうのをすごい持ってるタイプで、へえ、そうなんだ、結構明るくね接客やってそうニコニコやってましたけどね、うん、なんか根が本当にオタクでね、はいはいはい、やっぱそういう人間じゃないとやっぱオリジナルのラーメンって生み出せないのかなってなんかちょっと思っちゃった、なんかさ、まあ、結局って言うんだけどさ、僕もオタクだしさ、そっち方向の人間だからさ、やっぱり世の中の人間を見返してやろうみたいなさ
なんかこうパンク精神みたいな、そう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 、あったんだよ ねやっぱり音楽でいうとパンクみたいなそう、ね、日陰の人にはね、うん、それをすごい感じた、はいはいはい、はい、好きですねそういう店ね、好きですよね、そう、なるほどな、どこかの真似なんかを絶対やるもんかとかさ、一般的にはあっさりラーメンには細麺って思われてるけど太麺も合うんだぞっていうのを、あそこ多分俺思ったのが、多分一般のお客さんも今知って行列してるわけじゃないですか、多分そんなラーメン好きじゃない、話題になってるんだよっていう人が食べて、わあこんなの食べたことない美味しいになると思うんですよ、うん、だそこがいいなって思いました。だからこんなすごいラーメンってこんな面白いんだぞっていうのが、うん、ああいう店がこう話題になることによって知ってもらえるじゃないですか、今は。あれはだからもう多分並んでる人そういう人ばっかりだと思うんですよ今いやだからね、でそういう人は本当あれだって多分初体験だと思うんですよ、あの麺を、うん、普通ほとんどの人が、いやそうです、 だって僕だってさ、麺と未来で初体験だったからですよねいやだからやっぱりそれをこう話題になって人気になって、うん、大行列になるっていうこのねすげえ並ぶんですけど、あれ、うん、そうね、実は回転悪くないっていうところをね俺は言いたかったなるほど、ね、ワーペやってる人からすると手順見てると分かるんですよ、うん、だから麺茹で時間かかるわけじゃないですか、うん、その間にしっかりと、うん、会計の人も言い方、会計なんてお客さんって自分の都合で言うから、うんうんうん、変なタイミングで来るもんね、来るんですよ。でもそこのやり取りがすごい上手だったんですよ、もうね、そこ言いたいワーペの現金でやってたことがあるんでもうね、こっちの都合なんか気にしないんですよ、もう次盛り付けしてる時に普通に会計とかって言うので、だからそういうの含めても、あやっぱでもこのキャリアと そこなんですね。そう、あとやっぱ、はい、あとっていうかさ、はい、なんかこの僕が日陰良かったよみたいなで、うん、今年の進展で一番良かったよみたいな話をしたじゃん、うん、でもうその時点で僕の中ではトライの新人賞、これ日陰だなと思ったの、うん、はいはい、断ったそうです。あ、やっぱり連絡来たらしいけど、だって取材時ですもんね、はい、断ったらしいです。悲しいな、はい、なのでトライ乗らないみたいです、うん、これねちょっと抜けてますね、進展の中ではと僕はね、思うんでね、よかったですね、ここ、まあ、だからまあちょっとね、あ、これまあちょっとおまけでね、ちょっとね、はい、まあね、変わった方なんですよ、うん、で、ちょっとね、変わった表現をしてまして、どういう麺を作りたいみたいな話になった時に、うん、エロい麺を作りたいんですよね、口の中でベロとキスをするような麺を作りたいんですよって、ね、あ、もうなかなか新しい表現じゃないこれ。でも言っちゃってますねこれね相当言ってますねいや、でも素晴らしいね、なんかこれ使ってもいいですけど、うん、伊藤さんみたいですね ね伊藤さんもそんな感じじゃないですか、うん、いやだから違うことってもそうだし、うん、なんか表現とか感覚がもうね、うん、みんなラーメンっていう枠の中で考えてるから、そこを完全に逸脱してるんですね。まあ、ちょっとこれは本当におすすめなので、並びますが、ね、ぜひ食べに行ってみてください、うん、そうですね、多分でも場所が悪いじゃないですか、変なとこじゃないですか、うん、まあ、ある程度着くのかなって気もしますけどね、行列も、ね、うん、でもここは本当並んででも食べるべきかなという、はい、まあ俺も最初の基本のやつしか食べてなくて醤油食べてないんで、醤油も食べ行こうかなと思いますしね、ぜひぜひ、はい、これでも貴重な情報だったじゃないですか、はい、ね、はい、他に貴重な、他に出してないとか出てない情報かと思うので、取材受けてないってことは、うん、ね、ね、すごい、いや貴重な情報、まあ、ちょっと貴重な話、ありがとうございましたありがとうございました